ここに書かれていた文章の一部なんですけど、動物園というのは種を飼育する施設であるんだ、それを歪曲する試みっていうのは、科学的な意味による飼育とは無縁な存在だという非常に強烈なことを書いてます。で、佐々木さんというのはやっぱりヨーロッパの動物園を非常によく勉強されていて、日本の動物園、戦後できた、実体率の動物園との違いというのを非常に意識してたんですね。で、やっぱり動物園本来のあり方としては科学を中心にするんだということをこの本に書かれていました。で、もう一つは当時、上野動物園の飼育課長で1年間ヨーロッパで動物園の事情を勉強されて帰ってきた方、その直後に書かれた動物園がこと始めという本です。で、そこには動物園自らがその目的を自覚し、その方向に向かって早急に整備されることが必要である、つまり動物園というのが確かな目的を持って方向性を、定めなくちゃいけないということが書かれている。で、もう一冊が梅沢忠夫さんの何冊かの、本なんですけど、特にこの民泊誕生、民族博物館を作った時の経緯を書いた官庁対談集ですね。で、そこには、一般市民のための豊富で正確な情報メディアとして一層積極的な利用が図られるべきだというようなことが書いてありました。で、特に梅沢さんの民泊誕生の官庁対談の中で、インパクトがあった言葉を強烈にこう意識したのがこれですね。博物館というのは学の地は絶対に外せない、理念を先行させなければいけない。それに対して中根千恵さん、別の博物館の館長さんは、大学の機能を持っているけれども子どもたちにも分かるような展示が必要ですっていうようなことを書いてるんですね。で、こういうところに非常に影響を受けてこの資料館を計画しました。で、もう一つはですね、その梅沢さんの言葉に刺激されて、博物館、資料館というのは学を基本にしなくちゃいけない、で、動物園自体も研究が基盤であるというようなことが、佐々木俊夫さんの本にも書かれてたので、ぜひこれを作りたかったですね。研究室、